日本で飼育されている犬や猫の数はおよそ1860万匹日本人の7人に1人がペットに癒しをもらい限りある時間を共に過ごしています一方で前ののの犬は大人しい女の子だっったけど、この2匹もそっくりです。ペットブームに沸く中国ではなんとペットが死んだ後に その細胞から作ったクローンを買う人が増えているのです中国の最新ペット事情はどういうものなのか取材班は上海で開かれていたペット店の会場に向かいましたその中で多くの人が注目していたのはペット店に出ているこちらの会社看板には前と同じ姿で戻ってくると書かれています壁には 永遠に一緒などの宣伝文句クローンの動物を作って販売する北京のベンチャー企業シノジーンです展示されている3匹の犬一番右にいるのは9歳ですそして横にいる2匹は9歳の犬の細胞から作られた間もなく2歳になるクローンの犬です元の犬が伏せをすると クローンも伏せをします見た目も仕草もそっくりです実はこの犬、有名な映画にも出演し高額のギャラを稼ぐタレント犬高齢になりその能力を残すためクローン技術で新たな犬を作ったということです映画撮影の時に外見が同じ犬がたくさんいると交代できるんですよ仕事の負担を減らすことができます クローンで作った犬の価格は590万円ほど通常の犬のおよそ50倍から330倍と非常に高額ですが訪れた人たちは興味津々です理解はできますが倫理的気持ち的に受け入れるには時間がかかりますねないですよ。 値段が高いいことぐらいかなうちの犬は誰にでも懐くのよもしクローンでそっくりな性格の犬ができたらとてもいいわねシノジーンの代表は家庭でのクローンの需要は徐々に広まりつつあると話しますペットの世界では生殖技術は欠かせないものだと思います。 私たちの技術でペット産業を発展させたいんです。取材班は実際にクローンの犬を2匹飼っている男性を訪ねました。さあ、抱っこしようね。こちらがとうとうこちらが高校です。去年生まれました。一昨年17年間飼っていた犬が癌になり、死ぬ直前に男性は皮膚細胞を採取。 篠院にクローンを作ってほしいと注文しました初めて見た時にそっくりだと思いました前の犬は家族の一員でしたから他の犬を飼うなんて考えられないです長年寄り添ってきた家族とこれからも過ごしたい男性はクローンの作成に抵抗はなく実際にそっくりな2匹を飼ってみて 満足しているということですそもそもクローンの動物はどのように作られているのでしょうかこの部屋は卵細胞を移植するための準備をする場所ですここでクローンの準備をします取材班が案内されたのは顕微鏡や試験管が並ぶ研究室です 中国では人間のクローンの作成は禁止されていますがペットについては明確な規制がありません志野寺院はこの研究室で3年前から犬のクローンを作り始め今では年間50匹以上のクローンの犬や猫を販売していますスタッフが細胞を採取しに行きます。 培養液に採取した体細胞を入れて輸送するんですクローンを作るには3匹の犬が必要ですまずはクローンを作りたい元の犬の皮膚細胞を死ぬ前もしくは死んだ直後に採取 DNA を取り出しますそしてメスの卵細胞から核を取り除き元の犬の DNA を含む細胞核を入れます その後別のメスの子宮に移植するのです成功すれば2ヶ月ほどで生まれるというクローン元の犬と外見だけではなく能力もそっくりになると担当者は話します知能が高ければクローン犬も賢くなりますし 運動能力も同様ですクローンで多くの要素が受け継がれるんです私たちは優れた遺伝子を残すために働く犬のクローンも作ってますよ北京の警察では去年学習能力や記憶力、攻撃能力が高いクローンの警察犬を導入中国ではクローン動物の活用に国を挙げて取り組んでいます しかし日本も無関係ではありまシノジーンには日本の飼い主からも注文があるといい私たちの身近にクローンのの犬がいいるかもしれないのです生命倫理に詳しい北海道大学の石井哲也教授はクローンのペットを受け入れてしまうと生命の尊厳をないがしろにしかねないと指摘します。ペットがもし病気とかですね 腰を取ってですね。行った時に。いや、もう、まだクローンを作ればいいじゃないかと。もう、お世話をしないで、放置されてしまうと。本当に、そういった社会になっても、構わないかどうか。という,そういうような問題にも発展。しかねない話だと思います。家族として。時には、パートナーとして。私たちを支えてくれる犬や猫。一つの命だということを。 忘れてはいけません。